キリストの埋葬は、イタリアのバロック期の巨匠カラバジオの絵画中、最も称賛されている絵画の一つである。1603年から1604年に、聖フィリッポネギに捧げられたオラトリオ会のために、建設されたサンタマリアイン・バッリチェラ教会の右側にある2番目の礼拝堂のために制作された。現在、礼拝堂には、絵画の複製が置かれており、オリジナルは、 バチカン美術館の絵画館に所蔵されている。本作は、ルーベンス、ジャンオーノ・ノレ・フラゴナール、テオドール・ジェリコー、ポール・セザンヌなどの様々な芸術家によって模写がなされた。1575年7月11日、教皇グレゴリウス13世は、オラトリオ会と呼ばれる新しい組織を作ることを確認し、オラトリオ会にサンタマリア・インバ・リチェ・ラ教会を授与する。 強行教,教書を発令した。二ヶ月後、教会の再建が始まり、新たに、キエーザーの大場として知られるようになった。その教会の再建計画で想定されたのは、すべての祭壇を、聖母、マリアの神秘のために捧げることであった。左側の浴老から始まって、神道の両側の五つの礼拝堂を周回し、右側の浴老に至る祭壇は、神殿方圏、受体告知、 聖母の訪問、交誕、羊飼いの礼拝、滑礼、卓敬、ピエタ、復活、昇天、聖霊降臨、聖母非昇天、そして、聖母大会に捧げられている。本作はおそらく1602年から1603年に構想され、制作が開始された。作品がかけられる予定だった礼拝堂は、ピエタに捧げられ、教皇グレゴリウス13世の友人で、 聖フィリッポネギの特実な信奉者であるピエトロ・ビットリーチェによって設立された。ピエタ礼拝堂はヌオーバ教会で特権的地位を占めていた。ミサはそこから行うことができ、特別な待遇が与えられたからである。ヌオーバ教会の右側神道に置かれた礼拝堂の場所は1577年6月に、 ビットリーチェ二条とされ、礼拝堂の創設が1580年9月に批准された。1600年3月のビットリーチェの死後しばらくして、礼拝堂の維持のためにセンスクードの遺産が適用、可能となり、礼拝堂は1602年に建立された。そのため、一番最初に、カラバッジョに本作が依頼された時期は1602年で、あるとされている。 実際、1604年9月1日、ピエトロ・ヴィットリーチェの老いであり、相続人であったジローラモ・ヴィットリーチェによって、絵画の代金が支払われたことが、文書に新しいとして記載されている。ジローラモ・ヴィットリーチェは、カラバジョと直接関係があった人物である。ジローラモは1586年8月、カラバジョの友人である、プロスペーロ・オールシの妹であり、 人文主義者のアウレディオオルシの名であるオリンツィアディルチオオルシと結婚した。一方、アウレディオは1623年に即位したローマ教皇ウルバヌス発生が若かった時の指導者であった。ジローラモの息子アレッサンドロが1632年に荒取りの司教になり、1647年にローマ総督に任命された後、カラバジョの占い師を 教皇インノケンティウス10世に送ることができたのは、こうしたつながりによるものであった。本作は、ジュリオ・マンチーニ、ジョバンニバ・バリオーネー、ジャンピエトロ・ベローリ、フランチェスコ・スカネッリなどの批評家によ幅広くって、称賛され、記述された。絵画は1797年に、ナポレオン美術館に展示されるために、パリに持ち込まれたが、ローマに戻り、1816年に、 バチカン美術館に置かれた。ミケランジェロのピエタ、サンピエトロ大聖堂、バチカン四国改装者及び死体運搬者の群像から、死んで、だらりとした体をしたキリストとその下の石まで続く、斜めの構図を持つ、この対抗宗教会革時代の絵画は、キリストの変容ではなく、キリストの哀悼の瞬間を描いている。鑑賞者の目が、暗闇から加工していくように、 マリアの激しい動揺が他の人物たちのより落ち着いた感情を経て最終的な感情の喪失としてのキリストの死へと加工してゆく。スペインの芸術において病的なほど残酷に描写される卓形語のイエスとは異なり、イタリア美術のイエスは一般的に血を流さずに死に幾何学的に難しい表現方法で力なく横たわる。 死せるキリストが痛みを感じることができないことを強調するかのように、先礼者、ヨハネの手がキリストの脇腹の傷の中に入っている。キリストの体は通常の骨と皮ばかりの描写ではなく、筋肉質で腸脈があり、太い手足を持つ肉体労働者の体となっている。二人の男がキリストの死体を運んでいる。若々しい姿と赤いマントのみで識別される。 福音記者ヨハネは死ーるキリストを右膝と右腕で支え、うっかりその傷を開いてしまっている。ニコデモは石板の端に足を乗せ、両腕でキリストの膝を抱えている。カラバジョはキリストの体の威厳のある安定性とヨハネとニコデモの動きのある不安定性との間にバランスをとっている。ミケランジェロのフィレンツェのピエタ・ドゥオモ美術館フィレンツェ絵画では 一般的に顔が重要であるが、カラバジョの作品では、腕がどこを指しているかに、いつも注意を払うことが大切である。ダマスカスへ向かう路上の聖パウロの回収では、腕は天を向き、聖魔体の照明では、腕はレビに向かっている。本作では、死んだ神イコール、キリストの垂れ下がった腕と純白の布地が石に触れている。悲しみに暮れるクロパの妻マリアは、 天国を身振りで示している。ある意味、それは、キリストのメッセージである。神は地上に来られ、人間は、天と和解したのである。通例通り、最も新人深い作品中にさえ、カラバジョは、自己をしっかりと確立している。中央には、マグダラのマリアがおり、白いハンカチで涙を吹き、顔を覆っている。伝統的には、聖母マリアは永遠に若い女性として描かれる。 ものとされていたが、本作で、カラバジョは、聖母を老婆として描いている。聖母、マリアの姿は、ヨハネの背後に、部分的に隠されているが、二の創意を身につけている。その腕は、体の側面に差し出され、人物群が立っている石板の外角線と平行に、置かれている。聖母の右手は、まるで手を伸ばして、キリストに触れているかのように、キリストの頭部上に浮かんでいる。 三人の女性は、それぞれが異なる苦難を表現し、共に、お互いの感情を保管する関係にある。左の人物は、カラバジョの、海春のマグダラのマリアと同じ衣服を身につけている。右の人物は、マグダラのマリアの回収におけるマリアを想起させる。アンドリュー・グラハム・ディクソンは、これらの人物は、当時22歳くらいだったフィッリーデーでメランドローニで、フィッリーデーでは、 カラバジョの作品で頻繁にモデルを務めていたのだと主張している。ラファエロのキリストの埋葬、ボルゲーゼ美術館、ローマ本作の構図は、ミケランジェロによるサンピエトロ大聖堂のピエタと同じくミケランジェロによるフィレンツェのピエタと関連しているようである。フィレンツェのピエタと関連している場合、カラバジョはミケランジェロの自画像を自身の絵画に転用していることになる。 カラバジョのキリストの埋葬は、ミケランジェロのピエタに関連しており、聖母マリアが登場しているものの、必要な数の様々な人々が描かれていないため、ピエタとは言えない。カラバジョの作品はまた、ボルゲーゼ美術館にあるラファイロのキリストの埋葬の主要人物群を拠りどころにしており、比較対象となる。世紀ルネサンスの理想主義とカラバジョの自然主義が対比されることになるのである。 カラバジョのキリストの埋葬は埋葬の場面を表しているのではない。というのは、キリストの遺体は墓に入れられているのではなく、石板の上に置かれているからである。ヤコポダ、ポントルモの十字架効果サンタフェリーチタ教会、フィレンツェカラバジョの絵画はミサを視覚的に表現したものであり、本作を背景として、被災は新たに封建された、主であるキリストを商用することになる。 祭壇が特権的な位置にあったことにより、この場面が日常の出来事として示唆されたのであろう。被災がこれは私自身の体であると映唱するとき、主であるキリストとが中のキリストの体は完全に平地されるのである。ヤコポダ、ボントルモのフィレンツェにある十字架効果は祭壇上で同様の役割を果たす。そうした絵画は生態の提示であり、 キリストの埋葬による行為を表現しているものではない。ロヒール・ファン・デル・ウェイデンのキリストの哀悼、ウフィツ美術館、フィレンツェ17世紀以降、カラバジョの本作は第一に埋葬の場面とみなされてきた。この解釈はアドニス、またはメレアグロスを表した古代の作例から派生した英雄の典型的表現に基づいていた。それらの作例では頭部が後ろに垂れ下がり、 片方の腕がだらりと横に下がっている。実際、ラファエロのボルゲーゼ美術館にあるキリストの埋葬はその例である。キリストの遺体を平らな石板の上に置くことは、特にフィレンツェのウフィチ美術館にあるロヒール・ファンデル・ウェイデンのキリストの哀悼などの前例もある。古代の作例は運搬の場面であるが、よく見るとカラバジョの絵画はファンデル・ウェイデンの作品同様。 こうした運搬の場面とは決定的に異なっている。構図は伝統的なピエタのタイプの伝統的なピラミッド型を採用しているのである。本作がピエタのタイプとして解釈されていることを考えると、平らな石板は今日エルサレムの聖墳墓教会に祀られている聖墳墓を表しているものと再解釈できる。この石板はヨハネの福音書に関連しており、 油が塗られ、アーザブに巻かれた、キリストの体を置くために使用された。現代の鑑賞者がほとんど気づかないのは、カラバジョが作品の左下に植物を挿入していることである。一般に、ビロードモーズイカは、薬効があると考えられており、悪霊を追い払うと言われていた。洗礼者性ヨハネの図像とも関連していた。カラバジョはまた、洗礼者ヨハネと、 エジプト東非土壌の休息でもこの植物を用いている。ありがとうございます。